はい、山形県酒田市のバイク屋スズキモータースです。今日はですね、スズキモータースの2周年祭が開催をしております。当日でございます。ちょっと目がですね、物もらいですごいことになってるんですけども、はい、おかげさまです。今10時過ぎたんですけども、早速たくさんのお客様にご来場いただいております。はい、まずはこんな感じです。2周年祭ということで、つや姫100名様限定で振る舞いをさせていただいております。会場はですね、はい、会場の様子ですけども、今日すごい天気ですね。はい、で隣のバイタルネットさんの駐車場もお借りをしておりまして、今日はキッチンカーが3台とですね、各ブースも出店をしております。はい、で10時過ぎて早速ですね、たくさんのお客様にご来場をいただいております。バイクも多いですね。はい、そして今日はデグナーさんの、特別展示即売会ということで、すごい数の夏物が販売をしております。はい、早い者勝ちですね。そして飲食ブースもこちらにございます。でスナップオンさんもですね、ご出店をいただいております。僕の早速おすすめはですね、このカーボン柄のスリッパをですね、僕も購入をしました。あ、おはようございます。おはようございます。はい、そしてワコートさんのブースでございます。現在ヘルメットクリーニングですね、プロによるヘルメットクリーニングをしております。あとは今日チェーンメンテナンスもしておりますので、ぜひですね、チェーンのやり方、清掃注意の仕方もわからないという方はぜひですね、お問い合わせいただければと思います。はい、そしてリーフテックさんの、あ、後藤さん、おはようございます。めっちゃ早かった。乗りました。いいって言ったから、2周すごいド派手、電動モトクロッサーですね。ガンダム好きにはたまらないブースですね。いつも当店でもオフロード車のデカールとかですね、作成を五十嵐さんにお願いしております。おはようございます。すごいな。はい、で本日はですね、ボルボカー山形さんにもご出店をいただいておりまして、スウェーデンつながりのメーカーということで、ハスクバーナもスウェーデンですので、そういった形でですね、今回特別にご出店をいただきました。4台展示しておりますけども、試乗もできるということでした。はい、クモの糸さんのラーメンのキッチンカーですね。オーナーの春樹さんが作ってくれます。1杯800円。はい、で本日はですね、11時からお菓子のつかみ取りということで、お子様向けにですね、ぜひいくらでもつかみ放題ということで、手でも道具でもどっちでもいいんですか。いいんですね。はい、持って帰っていただければと思います。インタビューいいですか。いや、美味しいですね。美味しいですか。ありがとうございます。初めて食べます。おお、よかった。朝ラーですね。ありがとうございます。はい、では試乗会も同時に開催してますので、これから第1回目の試乗が、おかげさまで満車ですね。はい、これから出発になります。そしてですね、ボルボさんも試乗可能とのことなので、一緒にですね、今試乗車と出発をします。はい、お子様のお菓子のつかみ取り、いっぱい取ってね。もっと取れるかな。はい、現在 RC390 のお客様のチェーンメンテナンスをしております。
もうさっきまでツーリング街だったので結構汚れてたチェーンが今はもうピカピカですね。オーナーさんどうですか？最高です。最高ですか？